皆さんこんにちは、メロンクーです。今回はニューデンパ人間の RPG フリーで改善してほしいところを紹介していきます。プレイをしていてここが少し不便、直してほしいなという経験はないでしょうか。そこで今回は今後のアップデで改善されてほしいところを紹介していきます。まず一つ目は植物についてです。電波人間を出生するとき、幸せをあげるために野菜や果物を植えますが、その植える作業を改善してほしい。現在は一つずつしか植えられず、全部植えるのにかなり時間がかかります。さらに島が広いともっと大変になります。そこで一気に植えられるようにするか、場所を選択できるようになったらいいですね。それと回収も同じで、一つずつしか回収できないので一括回収があったら便利ですね。これが改善されるだけでかなり変わると思います。次にボックス関連、こちらは電波人間をまとめて選択できるようにしてほしい。ボックスを整理するときも一気に移動できたら便利だと思いませんか。あとお別れも一人ずつしかできないので、まとめてできるようになってほしい。たくさん出生するといつの間にかボックスがかなりパンパンになるので、この機能もあったらいいですね。次は装備について。電波人間をボックスに送る際、装備を着たままボックスに送られます。これはたまに役に立つことがありますが、意外とめんどくさいので、ボックスに預けたら自動的に装備を脱いでほしいですね。あとボックス内で装備を入れ替えできるようになってもいいかも。次に出生についてです。電波人間を出生するときにどの電波人間が出生しているかわかるようになってほしい。ボックスに電波人間がいるとどれを出生したかわからなくなり、間違えて幸せ度を上げてしまう事故もあります。対策としてメモでわかりやすくしておく、使わない電波人間を逃すなどありますが、それはそれで面倒くさいので、出生画面で出生済みの電波人間を表示しないか、フィルターで分けれるようにできたらいいと思います。次にカジノについて。カジノはスロットと闘技場があります。スロットは特に問題はないですが、闘技場で少し改善してほしいところがあります。闘技場ではモンスターにコインをかけて当てるのですが、たまに試合が長引く場合があるので2倍速機能が欲しいところです。せめて自分がかけているモンスターが先に倒されてしまったら、スキップか倍速は欲しいですね。はい、というわけで電波人間で改善してほしいところでした。基本的には植物の植える作業や回収する作業、どの電波人間が出生しているかが分かるようになったらありがたいです。他には最速バグやアンテナを引き継がないバグなどですね。まだまだ発売されてから1ヶ月も経っていないので気軽に待ちましょう。一応公式サイトでお問い合わせもできますので、何かバグや不具合が起きた際は問い合わせてみましょう。皆さんは電波人間で改善してほしいところはありますか？ありましたらコメント欄で教えてください。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。